はい、ホルちゃんです。はい、今日はリアタイやっていきましょう。リアタイオーダー変えました。ガチオーダーでございます。はい、いろいろ考えましたね。これ私の野球、機動力野球です。これを目指しております。2回しかないんですよね、リアルタイム対戦って。2回しかないんよ。2回しかない中で1番2番3番ここに総力が欲しいということでですね、変えたのは小久保選手、柳田選手、この DH 枠を変えました。これなんでかっていうのもあるんですけど、小久保選手がね、これ逆境なんよ。ここでビハインド時に打力が上がるみたいな感じなんやけど、これ2回とか延長になった時、負けてる時とかの方がよくね、明らかって思って、絶対出んやん初回でこれってって思って。でしかも柳田選手が総力 A なんですよ。なんで打順もいじりました。はい、こちら今ガチオーダーの打順でございます。一郎、哲と柳田、ここの総力ですね。はい、1番2番3番、誰かが出たら盗塁かけれるよと、まあ、ワンヒット戻ってくれるよという打線です。はい、からの正隆、岡本、丸、村上続きます。はい、パワー打線ですね。で、坂本と甲斐のところで、まあ、スピリッツ的にも私上げれてないんで、この2人に関して。で、中田選手だったり小久保選手だったり、まあ、吉川選手で、ね、行くか、まあ、ダイソーで吉川選手出してそのまま守らすかみたいな感じの打線を組んでおります。まあ、これ誰が何番の方がいいよとかあればどしどしコメントください。ではまあやってみましょうか、これでね。そしてなんとですね、私リアルタイム対戦ランク戦プラチナランク3まで行きました。頑張りました。37勝39敗、負け越しております。勝率は低い、けどまあなんとか勝ってます。はい、プラチナランク3の初ゲームでございます。さあ、マッチング頑張っていきましょう。なんとね、プラチナランク2でめちゃめちゃ負け越してました。かなりもうね、6敗かな、6連敗かなんかして、はい、がっつり負けました。2になって1に1回下がったんかな。で2に上がってまだこうグズ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 2をずっとやっとって、あ、お願いします。で打順を変えたら、あらあらあらと3まで行きました。さあ、まあこれプラチナランク3の初なんですけど、抑えていく。まあまあ見たいのはね、多分ね、バッティングの方なんでね。はい、でもね、打率が上がったかって言われたら全然上がってないです。上がってないですね。はい、うわ、うまい。打率が上がったかどうかは全然です。3割いったかいってないかぐらいちゃうかな。いや、全然ほんまに打率上がらない。走ってこない、走ってくるかもしれんからね、ストレート回ります。おお、ブレーブー。これめっちゃ硬くやってる。そうなの、打率は上がらんだけど、まあ勝てたって感じ。打順変えてもね、打順を変えても打てないものは打てない。間違いない、打てないのは打てない。やばいなー。わお。で、何投げよう。あ、広角で飛んのに外角投げてもた。やば。あってんな。OK。さあ、ここからです。ヒット1本打たれた。言いましょう。もう古田さんがキャッチャーは走れん。古田さんキャッチャー走れん。頑張ろう。行こう。さあ、初球振っていく。あー、いい感じで打ててる。ボール、ストライク。いや、あんなギリギリはね、打ってもヒットにならん。OK、危ない。今振り寄った、マジで。マジで振り寄った。さあ、ワンストライク、ワンボールからの。あー、手出てもたー。ここでギータ、これが変わって打順。これ強くないかな。いや、打てないのは俺の問題やからな、結局。ボール。打てないのは俺が悪いんやけど、怖くない、普通に怖くない、この打線。OK、よく見ました。さあ、ここでヒットを打ちたい。いや、詰まった。もっと早くか、ボール球かな。ヒット打てんかった、死んだ順でヒットが打てんかった。さあ、初球です。 OK、 打ってくれたラッキー。あ、やや早いとかやばくないか。危ない、これはさすがにきついか。危ない。オッケー、パッと行こう。アマツ、ベストピッチのアマツ、持ってかれたー。
おお、よかった。外にフォーク。この回の藤波4球で2アウト打ちました。このテンポいいよ、このテンポ感がいいよ。さあここで4番の正隆さん、これミートもね、まあまあでかいもん。バッターは吉田。ああ、これは入ってるわ、うん、情景か。とりあえずヒット1本打っていきたいな。うわ、今の入るんや。2ストライク終わりました。おいおい、それはダメ、それはダメ。リンちゃんと、さあ気を取り直して、うお、強い。114人の達人の方、マジか。あ、打率2割6分だわ。よし、集中。え、強いよ。お願いします。え、抑えれるんかな、こんなの。マジでベストピーチ。 OK、 ベストピーチ。これが2球目。これいいボールですね。よし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 。怖いって打順、王さんとか嫌い。この回の青柳4球で2アウトにしています。危ない。そうですね、見事なピッチングと言っていい。いかれそう、マジでいかれそう、はい、そうですね、最高。さあ初球は何か。お、飛ぶ飛ぶ飛ぶ。え、マジかよ、飛びすぎやろ、マジで。えぐいって王さん、欲しかったな。さあインズバー、マジかよ、これ通用戦は。どうしよう、対左出ろ。キレだけか、キレだけか。さあ甘スライダー、オッケー、よかった。通用達人さん素晴らしい、守備もいいな。いきましょう。さあまずは一郎、大人、今戦場よ。いやーマジか、またボール球かな。2番デッド、マウンド上オッケー。そしてキャッチャーは古田。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。うわー、はい、うまいな配球。打線が機能すれば相手ピッチャー、いやー、フォーク、スプリットか、スプリット打てねー。さあ3番に置いたギータ、行こうぜギータ。スピードボールを持っています。バッターボックスには指名打者の柳田。オッケーボール。うわ、ちょっと分かったのに今のずらしすぎた、マジか、マジでずらしすぎたな今な。さあ行こう。おー、ボール。さあ長いの、オッケー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 。アリメさん強いかもしれない。ベストピッチ頼むね。インサイド落ちました。ベストピッチ、オッケー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 。シュートだと思うだろ。うわあ、外れてますか。ピッチャーは決まったと思ったでしょうね。えぐい。インコース落ちました。いい当たり。アップな。よし。ここは打ち上げています。アップな、ほんま。おお、ここで鉄と交代。お、左。対左だろ。出んのかい。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね。この起用に応えたい。取れるだろう。まさたか。あ、まあまあまあ。いいだろう。ラッシャー。超合格。しかも劣勢。これは変えよう。どうしようかな。めっちゃ緊張するな、達人さんってやるの。マジかよ。合格パフェ出る？これで。えぐいって。OK。もういけ。で、マジか、ボール球でよかったな。マジピンチ、マジピンチ、マジピンチ、マジピンチ。よし、大魔神行こう。もう抑えよう。さあ、もう一回短いの。そして、同じところにまっすぐ。狙ってたんでしょうかね。ここで長いのを見てる。インサイド打った。オッケー、よかった。もうヒット数ボロ負け。守備の交代をお知らせします。佐藤輝明がセカンド、
マジで行ってる。4番から始まります。バッターは吉田。オッケー、勝ちたい。1点取れば勝ち。最後の攻撃です。そのセカンドに飛んでいくが、一塁アウト。ああ、いろいろ変わった。オッケー、よし。次が2球目。今のストライク、マジかよ。さっきの見とったらストライクになるって。あれ、まずヒット1本も打てん。早い。いや、でもそれぐらい引っ張っていこう。打ち上げました。セカンドフライ掴んでスリーアウト。マジか、ボール球やな。えぐ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 。バファローズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。これが1球目。初球打ち掴んだ。マジか、ゲッツーシフトにしたかったのにな。ワンアウトランナー3塁2塁です。さあ、そしてバッターボックスには王が入ります。うーん、怖いバッターが続きますね。さあ、ワンアウトになりましたがピンチは続きます。まあ、ここまでしっかりゼロで抑えてきてますから、ここも大丈夫でしょう。なるほど。そう、入るんよ。ここはぜひ入るんよ。短いのか長いのかわからんのよ。オッケー。一塁アウト。ランナー三塁二塁は変わりません。さあ、そして打席には岡本が入っています。うーん、怖いバッターが続きますね。さあ、ツーアウト。危ない。ファウルです。いやー、ヒヤッとしましたね。そうですね。ボールでいい。ノーボールワンストライクです。落ちる球で誘ってきたんですが、バッター動きません。ボールでいいよ。落ちるボール見逃します。怖。ボールツーストライクです。さあ、四球目は何か。オッケー。今のは強い。やばい、でも1点取らな負けるんよ。ヒット数がね。オッケーオッケーオッケー。超角パワーヒー、これは超広角パワーヒーはこのままでしょ。なくなったら死ぬ。ここでダルビッシュ、超高額なくなったし、ここでこれ国母さん行ったらどうなるんやろな。はい、これ逆境出んのかな。負けてない。存在感だけか。マジか、存在感はある。ベテランの意地見せよう。俺は大栄の時の国母さん好きだったぞ。いや、ゲッツなるゲッツなるゲッツなるゲッツ。カットボテボテで勝ちました。超嬉しいかも。さあ、なんとですね、打順を変えてから全勝中。イエーイ、全勝中。いいね、今のは嬉しいかもしれん。うん、いや、もうとりあえず俺は今日はよく寝れそうだ。ということで、まあまあ成績もね、ちょうど5割39勝39敗になりました。全然言えてなかった今。よかったー、勝てたー、よかったー。まあね、りゅうちゃんの打順どう思ったのか、いろいろコメントください。で、打ち方もね、こういうとこ気をつけた方がいいよとか、いろいろあったら、ぜひ私にアドバイスください。それではこの動画、りゅうちゃん、頑張ったねと。りゅうちゃん、うまいと。ちょっとでも思った方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会いましょう。お疲れさん。やったやった。